皆さんこんにちは。貨幣研究室ファイナンシャルプランナーの、伊藤です。今回ご紹介いたしますのは、イギリスロイヤルミントから発行されましたジェームズ1世の1オンスの銀貨になります。こちらいわゆる君主のねシリーズということで、今後さまざまなねコインが発行される予定となっておりますけども、このジェームズ1世は1566年に生まれた国王になりますかね。いわゆるイギリスのスチュアート朝初代国王になります。名付け親はイングランドの女王エリザベス1世ということですね。で、このジェームズ1世の1オンス銀貨なんですが、ちょっと今回は裸で購入してみましたね。まあこんな感じの銀貨になりますね。すごくね美しいんですよ。でね、もう本当によく復刻できてると思いますね。そしてエリザベス女王のお姿というふうになっております。こちらユナイト金貨っていうのがまあ本物であるわけなんですけど、とてもじゃないけど高くて買えませんので、まあ、 復刻版のねこういったもので楽しめるっていうのはいいことだなというふうに思ってます。こちら1オンスの銀貨になるんですが、最大で1260枚ということで、まあこのシリーズ全体がやっぱり発行枚数が少ないように思います。だから後から買おうと思うと結構大変かもしれませんね。ただ種類がねいっぱい出ますのでね、全部買ってくるのもなかなか大変だと思うんですけども、ただそれはそれでね楽しみが増えると思うので、こういったコレクションは私はいいんじゃないかと思いますね。はい、今回はジェームズ1世の1オンス銀貨について見てまいりました。まあパッと見70っぽいなという感じはしますけどね。こちら美しい銀貨なのでね、お見せしました。またこのシリーズ含めいろんな新しいコイン入手しましたら動画にしたいと思っておりますので、ぜひ見てね、楽しんでいただければなというふうに思っております。チャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いいたします。